はい、今日もラザと商店ごと、本日は2022年12月8日。さあ、そういうことでね、刃物をね、もう片付けていきますね。使える刃物とね、使えない刃物、まあこの辺も吹っ飛ばしていいんですけどね。まだ向こうにカラシナがあるのでね、これからもうね、刃物はこれをきれいにしてトンネルを張ってね、刃物のもうトンネル栽培にかかっていきますので、ちょっと畑がね狭いもんですから、こうやってあの刃物モアで吹っ飛ばしてすぐトラクターかけてね、それでマルチを張るということになります。来週出しますんでね、ちょっと残しておきます。
ライガーがいっぱい来るこれね。トラクター入れて多分1回か2回耕すだけでもうここにねマルチ張ってまたトンネル栽培ですね、穴開きトンネルで葉物を作っていきますね。大根を全部飛ばしていきます。
こうやってね、ちゃんと段ボールを片付けとけって言ったんですけど、残ってるとこうなるわけですな。大根まだ2ベッド、3ベッド、4ベッド、あそこまでね、きれいにして、でマルチ剥がしてね、で来年の5月には太陽熱マルチ貼りますから、逆にあと1回だけ何かね、春のトンネル栽培は作付けができるわけですね。なのでそれ1回利用してね、3月ぐらいに収穫が終わってまたトンネル片付けて、5月には太陽熱マルチ貼れる状態にすれば、ここが全部ね、来年の秋冬でまた人参が使えると、そういうことでございますね。だからもう今の時点で来年のね、作付けのイメージがもうちゃんと出来上がってないとね、ここに例えば来年の春栽培で、春大根とかキャベツが作っちゃうと5月まで使えないとなると、ここで太陽熱マルチできませんから、そういうふうにしてね、畑全体をこうやってレイアウトしていくっていうことがとても大事になります。はい、ということで以上です。それではまた。